うわうわ、そんな飛ばすのかよ。やっぱダメ、吸収しなきゃダメだ。そうね、行きます。階段まあ見つけたら移動するかな。まあレベル1、もう30レベルとかだとあんまり1や2上がったところで多分大した変わんないと思う。まあ上がりづらいってのはあるけど、穴抜け、罠壊し、こいつ殺すか。ちょっと火力いってえけど全開できる。食らった分回復できる。罠見えか、一応拾っとくかな。うん、現地調達の心得。来た、中層部、まだゴールじゃないんだ。待ちなさいゴースト。うわこれもしかしてこいつが泣くまで殴るのをやめない感じのストーリーなのかな。きつ。なるほど、だ徐々にこう疲弊させられていくってことか。今度こそ逮捕しますわ、観念しなさい。へへへ、またお前か、しつこいやつめ。俺様が不死身だというのを忘れたのか。不死身だろうがなんだろうが関係ありませんわ。私はあなたを逮捕するだけですわ。へえ、今までにもいたぜ、何度でも俺様に挑んでくるしつこい探検家がよ。しかしそういうやつほどショックも大きかったみたいだぜ。どんなに努力してもなすすべがないと分かった時にはな。行くぞ。行きましょうか、ゴースト2回目。ちょっとまあさっきと戦術は同じで、うわー近づかれちゃったよ。まあ、メガドレブッパが理想的なんだけど、つえー、回復しきれねえ。でも回復していくし、お、いいね、通常攻撃。これ催眠術打たれたら終わるんだな、その時点で試合終了なんだけど。おい、うわ強っ。よしギリギリ。マジギリギリの戦い。うわっ、ガーッ、古典。なんとか、なんとか倒しましたけど、でも、キャー、また倒したはずなのに、あはは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 、なんと倒しても無駄だ、俺様は不死身なのだ。どうして、どうしてでしょう、どうしてゴーストは倒してもいつも元気でいられるんでしょう。やばいやばいやばい、マグマックってそういう生態系なんだ。いきなり地面からもわって現れる感じのモンスターなんだマグマックって。ああ、何ですの、そいつらはマグマック、お前がまた追ってくるかもしれないと思ってな、あらかじめ俺様が雇っておいた。なんだそれ、マグマックに、ちょっとマグマックにいいことをされる気回りの薄い本、キボンヌ、なんでもないです。炎タイプのポケモンだ。炎タイプ？そいつらの炎に焼かれるがいい。じゃあな。あ、逃がしませんわ。マグマックと俺戦うの。油断した、やべ、なんか多くに囚われる女騎士みたいになってる。ひまわりじゃなかった、すごいエロい展開なんだけど。キャー、やけどしましたわ。あちちちちち、そういう感じで燃えるんだ、早っ。キャー、キャー、わーでさ、あの呼ばれる、警察呼ばれる、このままだとリアルの俺の部屋、なんかちょっと隣の部屋で殺人事件が起こってるんですけどみたいな。このガチで通報されるか、ちょっと自重するわ、それそろそろ。キャー、もうダメ、助けて、来た。どゴム、これなんだろう、ドゴム専用 BGM、 なんかいつもと違う。うごー、ノーマルタイプ。多分世界で一番マグマックの鳴き声がうまいと思うんだけど。
ここまで忠実にマグマックの鳴き声を表現できるやつが世の中にいるのか。今度ちょっと世界一決めようぜ、マグマックの鳴き声選手権で。大丈夫か、決まり。ええ助かった。そうか、よかった。しかしあんな奴らに遅れを取るなんてお前らしくないな。ま、その前に随分ダメージを受けていたみたいだが、その点わしは今来たばかりで元気だからな。でも、ドゴムがどうしてここに？どうしてって？あ、別に気回りが心配で助けに来たわけじゃないからな。ペラップに頼まれて様子を見に来ただけだからな。なんか、やべえことなってるお前のドット。ペラップに頼まれたからですって？何よ、一度ぐらい助けたからって調子に乗らないでね。あ、なんだその言い方。わかったよ、もうやらねえ。もう二度と助けてやらないからな。プンプン。帰っちゃった、そんなこと言うから。ふう、ああやっちゃった。結局すれ違ったままですわ。本当は嬉しかったのに、本当は俺を言いたかったのに。伝わらないこの気持ち、すれ違うこの気持ち、なのになぜか素直になれないですわ。これは、この気持ち、これは、ああもう本当自分に嫌気がさしますわ。あの時だ、大丈夫かキマオリ。え、助かった。そうか、よかった。しかしあんな奴らに遅れを取るなんてお前らしくないな。ま、その前に随分ダメージを受けていたみたいだが、その点わしは今来たばかりで元気だからな。いいやつじゃねえかドゴム。あの時ドゴムはドゴムなりにあんなに気を使ってくれたのに。え、ちょっと待って、ドゴムが言った言葉、ずいぶんダメージを受けていった。その点わしは今来たばかりで元気だからな。まさか。でもそうとしか。今までモヤモヤとしたものがつながった気がしますわ。やっとわかりました。ゴーストが不死身でいられる、そのからくりがどういう風に関係してくるんでしょうかね。その今北産業とゴーストが不死身な理由、さあどのように関わってくるのか。ここから解明編、謎解明編と。全然ダメージ効かねえ、なんだこいつ。 BGM かっけえな。ここ近づいてきた。早くなってきたところでお前はただの岩蛇で、シャックが止まらなくなっちゃった。うん、すいません。じゃあ、うわ、強えな、火力が高え。まあ、なんとか PP マックス、あの中間が結構多いから PP マックスはなんとか、使わずに済んでるけど、ちょっとやべえな。ひねり玉、じゃパラスとかもいんのかよ。あ、いい方向に飛ばしてくれた。ちょっとやだね。すいません、じゃあ行きます。源泉の洞窟下層部 B2。 復活やけに落ちてんな。なんだその死ねって言ってんのか俺に。死ねくれすぎてる考え方が。目薬、うわ、モンハグ多いな。ちょっとこれはやばい、ちょっとこれはやばい。草べ効かない。あ、パラスはそんな強敵じゃないっぽいな。このこいつダンバリングが、ナンバリングみたいに言ってるけど、アイドリングみたいに言ったけど、ちょっとダンバリングがね、鋼タイプってきついな。うわ、毒飛行タイプ。なんだこの殺しに来てる婦人、全然効く。あ、でもまあズバッとそんな強くないのかな、どうなんだろう。ダンバリングやめてくれマジで。ちょっとこの決まりを殺しに来るダンジョン、やべえな。ちょっと狩る、でも勝てないことはないな。俺の PP がなくならない限り負けない。イワークとかいんのかな。ちょっと全部吸収しようこいつら。胞子とか持ってねえよな。てかこの時代って多分胞子も草タイプにも効くよね。まだいんのか。大
二人、いや、なんか拾ってるはず。ゴロンの石ですかな。うん、よし、多いな。やべえ、 PP がね。よし、レベル上がったね。どんなくらい能力上がるんだろう。いや、まあでもちょっとさうーん、まあまあ普通かな。ちょっともう1レベルは厳しいかな、さすがにこのスペシャルエピソード中には。勝て、ダブルこいつ。よし、敵多いな。もういねえだろさすがにな。よし、行くか。いや、敵が多い。これ何？スペシャルリボン。あ、ちょっとこれスペシャルリボンにしとこっか。うん、なんかスタミナリボン使うことはねえな。スペシャルの方がいいかも。で、ちょっと、マックス飲んどくか。うん、マックスぶち込んどくは一旦。まあ、岩タイプもいるからね。岩は倒しやすいんだけど。必要経験値どんぐらいなんだろう。見れなかった。ちょっと待って。1万か。気は長えな。まあまあもう降りちゃっていいかな。1レベル上がったからまあそんなに戦力的には変わってないかもしれないけど、じゃあ行きましょうか。中間ね、PP マックス使っちゃったよ。だいぶ深くまで来ましたわ。ゴーストはこの先に逃げ込んでるはず。今度こそ絶対捕まえますわ。セーブしとくか。まあこっからな。あ、ちょっとこっからが本当に炎タイプもいっぱい出てくるんじゃないかな。いよいよ火山って感じ。あいつ、あのキマーリってやつまた追ってくるかもしれねえな。しつこいやつだな。まったく。あ、そうだ、やつは草タイプのポケモンだ。だったらあそこに逃げ込めば。なんかそんなこと最初から承知の上でやってんのかと思ってたけど、別にそういうわけじゃないんだな。てっきり誘い込まれてんのかと思ったけど、あ、そういえばここ火山だったみたいな。そういう感じなのかな。なんだその今日決めましたみたいな。ダンバルやだな。よし、まあすいません、行きましょうか。鋼タイプは厳しいな。ほい、そう、じゃあ行きます。これ何階層くらいだろう。5くらいかな、7とかあるかな。まあ階段見つけたらどんどん降りよう。多分もう1レベル上げるの厳しいから、まあアイテム的にももうだいぶ潤沢だし、うん、うわ、行き止まりだ。毒タイプとかいっぱい出てくるんだな。うわ、やーべえ、これ一撃で持ってかれるかもしんねえ。草べえ、聞け。3発必要なんだ。あぶねえ。ちょっと今の嫌な男怖いっすね。今の嫌な男怖いっすね。もうなんか毒と炎タイプしかいないっていうのがおしまいなんだけど。桃色グミ、まあグミもね、一応その引き継ぎ課だから持って帰りれるんなら持って帰っても。うわ、朝ないよし、普通にやべ、行っちゃうか。いや、殺した方がいいな。いや、殺した方がいい。よし、フラフラの種なんか持ってきたんだ。いいアイテムだね。すげえ、ちょ、盗んどくわ。ここらへんフラフラ桃色カゴ、うん、どうだろうね。カゴ初手で使えるんだったらカゴ初手で使ってもいいかも。ゴースト戦でも催眠術なんか使ってこなそうな感じするけど。いた、あそこに、あそこにゴーストが。終わりだ。やっと見つけましたわゴースト。あなたを逮捕しますわ。今度こそ観念しなさい。ここまでめげずに俺様を追い回すやつは初めてだ。
全くもって無駄なのに。しつこすぎるぜお前。俺様が不死身だってことがわからんのか。私にはもう不死身には通用しないですわ。何？不死身の体なんてありえない。最初からそんなものはまやかしでしかなかった。不死身でもなんでもなかったんですわ、あなたたちは。あなたたちだと？まさかお前。そう、あなたたちが一匹ではないことはもう分かっていますわ。出てきなさい、残りの方々。あはは、葉っぱカッターでぶっ放しやったこいつ。うわぁ、やっぱり。お前。やっぱりそうだったんですわ。ゴーストは一匹ではなく三匹だったんですわ、あの時。ゴーストを倒したあの時、ピクリともしない気絶しているようですわ。怪しい光かなんかで混乱させてるうちに逃げたんかな。それじゃあ早速逮捕。ゴーストを逮捕しようとするといつも決まって光が辺りを照らして、その瞬間何も見えなかったんだけど、その時だったんですね、あなたたちが入れ替わっていたのは。あなたたちは相手が光で目がくらんでいる隙に隠れていた残り2匹が姿を現し、1匹が連れて行って、もう一匹が。でもこれさ、このシステム一匹が確実に気絶しなきゃいけないって、少なくとも一人ボコられ役がさ、できなきゃいけないからさ、なんか、三人辛そうだけど、絶対喧嘩すると、お前今日はお前が殴られろよ、みたいな。絶対喧嘩すると思うんだけどな。そのうち一匹が倒れているゴーストを隠し、もう一匹が何食わぬ顔をして倒れていたゴーストと入れ替わる。こんちゃーす、みたいな。キャー、眩しい、何も見えないですわ。キャー、どうして、さっき確かに倒したはずなのに、どうしていつの間にか元気になってますの。あっは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 、見たか、俺様を倒すことは不可能だ。こうしてあなたたちは不死身のゴーストを演じていたんですわ。今までゴーストに挑んだ探検隊は、ゴーストが不死身だと分かった瞬間戦う気力をなくしてしまう。結局探検隊はゴーストを捕まえることができない。なんか俺もこんな状況昨日を思い出すな。俺もなんかつい最近こんな状況があったような気がするけど、まあ、気のせいかな、20回ほどゴーストを倒したような記憶があったような、なかった。気のせいかな、うん。あなたたちは今までそうやってたくさんの探検隊から逃れてきたんですわ。バレちゃしょうがねえ。俺様たちの秘密を知られた以上、ただで返すわけにはいかねえな。な、俺はキマワリだったのかもしれない。もしかしたら。もしかしたら俺はキマワリだったのかもしれない。キャー！あちちちち！へへへへ。ここは源泉の洞窟の奥底。このすぐ下には溶岩が流れているのだ。お前はしつこかったからな。こうなることも考えて俺様たちはここに逃げ込んだのだ。草タイプのお前を倒すためにな、覚悟しろ。キャー！あ、やけどしてるドゴムも。ドゴム。大丈夫か、ひまわり。ええ、いいねこの BGM、 探検隊のこの、BGM。 ええ、でもどうしてここに。そんなことより、とにかく来るぞ、気をつけろ。すご、あ、ちょ、あ、つこれもしかして火傷状態から始まんの。うわぁ、ゴースト冬だから火傷しないみたいな。なるほどね。しかもこれ前にドゴムがいるから種ぶっ放せねえな、初手どうすっかな。ヤシとか持ってきてねえしな。え、これチームに入ってる、ドゴーム。やけど負ってる。ドゴームの方がちょっと HP 高いんだ。どうすっかな。このままドゴームが囲まれるんだよな。まあ、端から。うわ、きつい。うわ、46だいし。いかんわ、それは。いや、46ダメージはいかんわ。いや、いかん。マジ？あ、そう、マジ？ちょ、やべえな、それ。おい、やべえな。半分ぐらいか。うわ、これ1足りねえ。あー、よかった、近づい。あぶねえ。
いや、これ回復しきれねえ。一匹止めても俺死ぬだけだな、これ。いやー、ちょっとどうせなら復活一個も使わないで、お土産に持って帰りて。いや、ここ死にたくないな。ちょっとドゴームに任せるか。ドゴームも HP 厳しい。一回引くか。あ、シルマスター、いいね。よし。で、ちょっと一匹になったところで、どうしようかな。草笛結構信頼度高いんだよな。でもメガドレかな。回復しに行こう。俺を攻撃しに来るか。よし、ナイス。うわ、うまっ。あー、でもこっちも混乱させられた。なるほどね。ちょっとね、これドゴームの近くにいるのやべえな。あ、癒しあるじゃん。てか、癒し食べさせよ。癒し持ってんじゃん。ちょうどこれ、両方直せるし。よし。放せ。あー、足んねえ。あー、よかった。でもノーマルタイプやっぱ心強いな。で、こっちはゴースト技持ってるから、なんか一方的にぶん殴れるみたいな。どうすっかな。前出たいけど HP がなくてな。まあ俺もちょっと、やけど直すか。いや、それともドゴーム回復させてあげるのもあり。ああ、ここは。これドゴーム回復させてあげよっか。死にかけだし。うん、やっぱここはかっこいい。うわ、攻撃力上げてる。よし、来た。対角線上に並んだ。あいつに向かって葉っぱカッターぶっ放すぞ。それは仕方ないか。その一撃は仕方ないか。あー、しゃーなし。ゴロの石でいくか。100ダメージぶっ放されたらちょっとドゴームもきついな。いいね、超音波強いんだけどな。いやー、よし、1匹近づこう。一応まず殺す。いやー、今のちょっと一回もやられたくなかったな、マジでな。まあでも仕方ねえな、今のはな。110与えて死なないゴーストが悪い。110ダメージ与えて死なないゴーストが悪い。アタクいいね。あやピカやだな、これ。これ殴られるかもしんねえ。俺殴られるかもしんねえな。ちょっと攻撃を続けよう。いけない、これはいけねえ。ちょっと強えな、強えな。癒し食ってる場合じゃねえしな。ちょっと癒しでドゴームにつなぐか。ちょっとごめん、復活1個使うわ。ドゴームにつなごう。すまん。別に攻撃したくない。うわ、メガドレイン封印されたし、最悪だね。眠ればカウンター消せるはず。あ、まあどっちにしろ殺したかいいや。ちょ、草笛使おう。てか草笛の命中率侮ってた、めっちゃ当たる。ちょ、ごめん、草笛の命中率侮ってたわ。よかった。でも復活2個消費させられちゃった、うん、いててててて、まあ、いった。よっしゃ、ゴーストを倒したぜ。うん、早速逮捕ですわ。よかったな。ありがとうございます。お尋ね者ゴースト、誰も捕まえることができなかった不死身のゴーストをついに逮捕することができました。よかったな。捕まえ。しかも3匹で騙してきたなんて、超びっくり。千葉コイル保安官、超びっくりとか言うんだ。そして、それを見抜いていた、見抜いての鮮やかの逮捕。いやー、素晴らしい。さすが、福林さんの弟子です。レベルが違う。テンション上がってる。千葉コイル保安官。いやー、それほどでも、そんなに保安官褒められちゃう、保安官に褒められちゃうと、まいっちゃうなー、もう。調子乗ってる。褒められてるのはあんたじゃないよ。へへい。ひまわりさん、
これは私からのお礼です。お日様スカーフ、これひまわりの専用アイテムですかね。お日様スカーフですって。これは私の弱点をカバーする超お宝な専用道具ですわ。これ装備すると弱点がなくなるとかなのかな。最強じゃね、それは。草タイプ弱点なくなったらまあ強いと思うけど。キャー、嬉しい。よかったな。ではご協力ありがとうございました。さあ、くるんだ。いや、なんかこのスペシャルエピソードやってよかったですね、このタイミングに。いろいろ俺と被るところがありましたね。いやー、しかしさすがひまわり、お手柄だよ。本当によくやってくれた。いえ、今回は私一匹だけでなくて。あれ、そういえばドゴームは、ドゴームはどこにいますの。ドゴーム、あいつはけしからん。あいつは今日見張り場の仕事をやらずにずっとどこかでサボってたんだ。つまりペラップに頼まれたってのは嘘だったってことですね。もう独断で、もうキマワリのことが心配だから見に行っていたと。え、だから罰としてさっきリンゴの森まで世界一を取りに行かせたところだよ。どう思ったらペラップに頼まれてきたわけじゃなかったんだ。違いますわペラップ。何が？実はドゴームは、いい話ですね。そうなの？それならドゴームもお手柄だよ。感謝しなくちゃ。でもどうしたんでげすか？ギルドの掟は厳しい。ドゴームが持ち場を離れたことは変わらないからな。罰は罰。まあドゴームもすでにリンゴの森に向かっているし、今日一日だけ世界一集めをやってもらうことにするよ。入ってる。個人的にこのキマワリが日記を書く姿がちょっとツボなんだよな。なんかすげえ可愛くない？なんか可愛い。こんな植物うちにも一匹欲しいな。すげえ可愛い。ねえキマワリ、今隣の部屋でみんなで怖い話で盛り上がってるの。セロさんやエルさんも来てんだよ。ごめん、ちょ、これは俺 の前世です。許してください。エルさんは前世です。はい。あの今世ではピースっていう名前です。はい、ひまわりもどう？いえ、私は今日記書いてるから。あ、そう、じゃあ書き終わったらひまわりも来てね。グレッグルさんの話とかすっごく怖いんだから。うん、わかった、なるべく早く行きますわ。あ、チリン、何？ドゴームはもう部屋に戻ったの？いや、まだみたいよ。そう、じゃあね。さあ、早く話の続きを聞かなくちゃ。思い出すだけでも、キャー怖い。ちょっとキャーパクってるこいつ、キャラクターを。今も世界一を集めてるのかな。ドゴーム、今日は本当に謝りたいですし感謝ですわ。前に私、あなたとは一緒にダンジョンに行きたくないですわとかまで言っちゃったけど、キャー、本当ごめんなさいですわ。前に言ったこと取り消しですわ。また一緒にダンジョンに行ってくれるかしら。私たちまた仲良くなれるかしら。とにかくドゴームが帰ってきたらちゃんと謝りに行こう。そして言おう、あの時言えなかったありがとうって言葉を。はい、というわけでクスタップクレジットがドーンと流れて、これで終了と。いや、面白い話でしたね。いや、本当に、いや、今日やったのは正解だった。いや、俺もね、正直、スペシャルエピソードあんま覚えてなかったんだけど、いや、すごいいい話だった。いや、単純に今の俺の状況にすごいマッチしてたってのもあったし、なんか、内容的にもすごいね、ドゴームのいいところが見れて、よかったんじゃないかなと思っております。皆さんいかがだったでしょうか。うん。帰ってきました、コメント欄に。コメント欄に帰ってきました。どうも皆さんこんにちは。そうですね、まあすごく、まあちょっと今日はリハビリ放送ということで、昨日あんなことがあった後昨日あんなことがあった後のすぐの放送ですけどね。まあ無事面白おかしくできて、僕はすごく満足しております。よかった、いいリハビリになったわ。
いいリハビリだった、うん、やれてよかったですね、うん、まあそんな感じでも不死身のゴーストと不死身のヒカキン重ねちょっと重ねるところがありましたね僕の中では。やはりちなみにゴーストは3匹だったけどヒカキンは20匹いたけどな、うん、まあそんな話はいいや気になる方は昨日の配信をご覧ください。別にリンクとか貼らないけど自分で探してみてください。はい、うん、まあそんな感じですかね。いやすごいいい話だったわ。面白かった。やっぱスペシャルエピソード面白いな。やっぱ買うんならやっぱり皆さん買いたいっていう人もいると思うんですけど、ぜひ空の探検隊買っていただけ、俺がやってんのは闇の探検隊だけど、まあ、ぜひ空の探検隊も買っていただければ嬉しいかなと思います。はい、まあそんな感じでエンドということですね。ありがとうございました。